それ YouTube 美味しいです。 Enjoy。 YouTube 入れるんです。 YouTube 入れる、 YouTube 入れる、 美味しいです。 美味しいです。 美味しいです。それなのでうちも控えながらできんぞ言いながらもう一回やるか言って、やったらやったでこう来た時に山さんの方でそうやって言ったよねって言うやつはぁ、あ、言いましたねって飲んだよ。俺いくつだ3000円ぐらい。めっちゃ持ってくるの毎回ここなの。絶対これ5人一番多いはずなんだ。11人前ある。11人そっちの多く見えるけど、あっちが多いかも。みんな大丈夫食べないから食べないから。何につけるとかなんですか。何ですか。俺もだって分かるもん。皆さんたまに2人俺ごわつめちゃう。なんでそんな動くんだろう。そういう意味でね。確かにね、嫌だろうね。ちょっと今井君そっち裏返して。なんか足ペッポしてると思うよ。Video ね。あっちがどんな扱いかわかりませんけどね。見たら食わせてくれよ。まだ早い。YouTube。呼んだれよ。まだか。借りようと思って。いいですか。とりあえず今もらったこれちょっとですね。醤油入れて。でこれが酢、これがマスタード、でこれに辛いの好きな人は、辛いの好きだもんね。はい。大好き。好きだよね。好きじゃない。好きです。いや自分のお好みで混ぜてくれる。で辛くないそんなに、うん、ちょっと飛び上がるこんな感じで皆さん作ってもらって、でこれを入れて食べて YouTube YouTube 宮根氏やね。辛い
やばい、まあ、かもせそのそういう被害に遭うよね。ハイパンツタワータワフリピンピーポー。本当に出るよ。何が出るの？てめえが見るんだけど。一緒だね。こっちはありがとうございます。おい、嬉しい。食べ放題、食べ放題。食べました。めっちゃ美味しかった。大げさな名前です。日本人公。リスタね。リスタ。リスタ。だからまだお前サラダになるのか。フィリピンブロー。慣れたみたいな。一気食い。鶏肉鶏肉鶏肉ビッサイヤでかくないな。でかくないな。まあそのメガネ変えたわ。まだ YouTube? YouTube。あの、たけしさん、あの、おじいちゃんフィリピン人。フィリピン人。嘘。やっぱり高橋さん。やっぱり。多分高橋さん。うん、多分高橋さん。昔も3度だからこれだと当たるから5どうも小学生みたいな長い棒棒棒棒とかデクの方とか言われたデクの方言われた